チトーク、米軍、とエクムース、ヨーロッパ、の予想で台風16号、マラカス、の最新予想が出ています。気象庁では本日3時に台風16号、マラカス、として発表されました。気象庁の情報によりますと、台風16号はフィリピンの東に、位置し、西北西へ29ムエッチ、12クト、のスピードで進んでおり、中心気圧は1000ハパ中心付近の最大風速は 18MS、35クト、となっております。なお、16日3時には沖縄の南に位置し、中心気圧が965ハペの勢力で中心付近の最大風速が 40MS、クト、と予想されています。ウェアテア・ウンデアグロウンドの5日間予報勢力を16日にはカテゴリー3と非常に強い勢力を保ったまま沖縄、石垣島地方へ接近し、そのまま18日に九州地方へ接近してくる予想が出ています。エクムースの予想では、16日頃には勢力を増しながら沖縄へ接近、18日には九州地方へ接近、上陸、する予想となっています。ただ、10日間予想なので今後予想が変わる可能性は高いです。